はい、えー。今回の勝手に仕上がれ、ヘイブラザーなんですけども、第2話かな第2話を見ることになったんだと思います。これね、そのディスクケースに DVD が2枚入っていて、1話から4話までと5話から9話までの、まあ、あそういった形になってるんですよね。それが3巻まであって、全22話ってことになってるんですけども、今見たのが3話だったかな第3話だったと思います。えっ、ー、とね、全体的にはね、本当にね、憎めないギャングが出てきて、 ギャングなんだけども怖いばっかりじゃなくて適度に同時をするんですよ。その辺がコミカルで殺伐としたところがないのかなっていうことと、あと喫煙シーンが結構出てきますね。お酒を飲むシーンとかね。えー、そういったところでちょっとハードブレーな雰囲気も醸し出しながらなんですけども、今回のテーマは第1話で不意に知り合ったこのね、2人の異母兄弟が、第3話の今回は割とね、助け合いながら事件を解決するっていうところで、まあ、あうんの呼吸ですか。張り合いながら、 かわい合いながら、時にはね、蹴落とし合いながら、ドタバタと最後まで進んでいくストーリーがなかなか面白かったかなと、最終的には、あの、出てくるね、女性と、いい感じになるかなと思ったら、実はね、最後のオチで、いや私はまだ17歳なのよ、みたいな感じで、あ、ちょっと手出せないよね、みたいなところがあったりとかしてね、なかなか面白いな、というところでございます。あと、全体的にはね、あの、本当にバブルの感じがよく出ていて、今思えば、こんな、 真剣な撮影とか、本当に当時はワクワクしながら見ていたんだろうなと思うとちょっと滑稽になります。というのがねまあセットはね結構安っぽいんですよ。今で言ったらその本当なんか適当に特撮しちゃうんだなっていう感じがするんですよね。まあ今はねあの、まあ、コストがかけたりかけられなかったいろんなところがありますけどもいろんな撮影技術の変化とかそれからテクノロジーの発達によってですね、まあ、それっぽい 大道具小道具っていうのが用意されてるんでしょうね、うん、その分昔は役者さんのその力量っていうのが結構問われたと思いますで最近は役者さんっていうのがあのよく言われるのはねそんなに力がなくても演習編集大道具小道具のこの塩梅でですねそれなりに見えるらしいんですよ だから下手なな俳優女優女ででもドラマになるそうですよねまあ人の価は評価はねさまなんで何とも言えませんけども私としてはちょっとね当時の懐かしい、えー、番組を高校生ぐらいの気持ちになってね当時の気持ちになって見せていただいたかなって感じですまあなんせね中丸徹さんも柴田恭平さんも若いでしょうねすごいですよねこういうのが今見れるのは楽しみだと思います、えー、それでは次のお話も楽しみにしてます 勝手に仕上がれヘイブラザー。Hey,